どうも、補欠カラスです。今回の移籍史上も終盤に差し掛かってきたタイミングで、我らが日本代表キャプテンの遠藤航選手がプレミアリーグの名門、リバプールに移籍したことに驚いた人も多いと思いますが、一部では批判も起こっています。そこで今回は、この遠藤選手の移籍に対する様々な反応を紹介していきます。なぜ遠藤はリバプール移籍に至ったのか。まず、リバプールは22、23シーズンを5位で終えてしまい、ユルゲン・クロップ監督政権となってから、久しぶりにチャンピオンズリーグ出場権を逃してしまう、失意のシーズンとなっていました。そんな中、中盤の世代交代が 課題となっていたリバプールは昨シーズン終了時点でジェイムズ、ミルナー、ナビーナ、ビケイタ、オックス、レイド、チェンバレンと3人のミッドフィルダーをフリーで放出していました。そこに今夏の移籍市場で、さすがのリバプールは迅速な動きを見せて、ブライトンからアルゼンチン代表のマックアリスター選手ライプチヒからハンガリー代表のドミニクソボスライ選手という実力者2人を補強しました。しかし、リバプールにとって誤算だったのが猛威を振る。サウジアラビアからのオファーが中盤の主力2人に届いたことでした。まず、チームのキャプテンで精神的支柱でもあった。ジョーダン,ヘン,ダーソン 選手がリバプールのレジェンドスティーブン・ジェラードさんが監督を務めるアル・イテファクへと移籍してしまいますさらにここ数シーズンアンカーのポジションで圧倒的な存在感を見せていたブラジル代表のファビーニョ選手にもアル・イテハドから4000万ポンド約73億円のオファーが届きリバプールは本来予定していなかった2人の中盤選手をサウジアラビアに放出することになってしまったのですそこでリバプールはアンカーを務めることができる選手の補強に動き一時はサウサンプトンのロメオ・ラビア選手の獲得に迫っていると報じられていましたが突如チェルシー ののが濃厚ととなっていたブライイトトンのモイセスカイセド選手へとターゲットを移しましたしたかし、クラブ間合意こそ取り付けたものの、個人間合意を取り付けることができず、カイセド選手はチェルシー移籍を選択し、その間になんとラビア選手までチェルシーに奪われてしまい、リバプールは新たなアンカー候補を探さなければいけない状況となりました。そんな中、日本時間8月17日の早朝に、移籍市場に精通しているサッカージャーナリストのファブリツジオ・ロマーノさんが、旧ツイッターの X で、リバプールが遠藤選手に入札をしたという驚きの情報を流しました。 そしてそのツイートからわずか1時間後には移籍を決定づけるロマーノさんの代名詞でもある Here we go! とツイートされてものの数時間で遠藤選手のリバプール移籍は一気に濃厚なものとなったのです結果的にリバプール公式は日本時間8月18日の夜に遠藤選手の加入を正式発表しイギリスメディアスカイスポーツによると遠藤選手は2027年6月30日までの4年契約を締結しリバプールは移籍金1600万ポンド約30億円程度でシュツットガルトと合意したと報じられましたこうしたまさかのリバプール移籍により エンド選手の実力を知っている日本のサッカーファンは驚きとともにリバプールでエンド選手がどんなパフォーマンスをするのかというワクワク感に満ち溢れていましたしかしながらブンデスリーガでは2年連続のデュエルキングに輝いていたエンド選手でもイングランド国内リバプールファンからの知名度はほとんどなかったようで移籍の噂が出た時から実力を疑うような声や批判の声が寄せられていたのですまずエンド選手を獲得する噂が出始めた段階でイギリス紙のデイリー・メールはリバプールのエンド選手へのアプローチについて指揮者から賢いと称�� がメディカルチェックをを受けるるととといいいうののににには何をやっててかと不機嫌にと皮肉じじりに報じていましたまたリバプールの地元紙リバプールエコーは噂が出てから24時間以内に遠藤選手に関する記事を10本以上も掲載していましたが最も読まれた記事のタイトルは「Who is w a t e というものでしたそしてこの記事に対して地元のリバプールサポーターからは彼が本当にソルジャーならば失敗したら切腹するんだろうな夏の移籍ウィンドウはほとんど冗談のようなものになりつつあるあと数人の選手と契約しなければ今シーズンは何も期待できないブンデスリーガでは良かったかも かもしれないが、プレミアリーグはよりテンポが速く、より激しい。あれだけの大失敗の後の絶望。クロップ監督はなぜ彼の獲得に同意したのか？なぜ29歳のブラジル人と30歳の日本人を入れ替えるのか、と遠藤選手の実力や30歳という年齢を疑問視する声が集まっていました。さらに、イギリス大衆紙のザサンモン一体何が起きているリバプール必死の守備的ミッドフィルダー探し、無名の30歳を獲得へと報じていました。一方イギリスデイリーメールでは sns での反応に注目し、元ノルウェー代表ヤンアーゲーフィヨルドト太トさんが懸命。 だとリバプールの強化策を評価していましたが、同時に。評論家からは賢いと、賛されててていいいいいるるるが不満ををを抱抱たファンは何をやっているんだと疑問を抱いているとサポーターからは、遠藤選手の獲得に懐疑的な声が寄せられているとも伝えていました。実際に SNS 上では、遠藤選手獲得に対して、このような契約のせいでトップ4になれなかったらみんな泣くことになるだろう。誰も知らない選手、30歳になった選手に責金を支払うのか、最高の2人を逃して、遠藤。移籍を承認したクラブにファンは怒っている。背が低く、運動能力が高くない日本人に、終盤 など、主に遠藤選手獲得を許可したクラブに対して批判的な意見が相次いでいました。また、J リーグでもプレイ経験がある元イングランド代表の J さんも自身の SNS で、遠藤選手のリバプール遺跡について、遠藤航の遺跡についてはあまりよくわからない、三笘薫や、負傷前の冨安健洋がそうだけど、サイドでプレーする日本人選手はプレミアリーグで活躍する、プレミアリーグのエンジンルーム、中盤でプレーする日本人選手がフィットするとは思えない、と、中盤の日本人ということも含め、遠藤選手の実力を疑うようなコメントを残していました。 このように様々なメディア、サポーターから、遠藤選手の獲得に懐疑的な声が寄せられていましたが、現実的に見て、ラビア選手とカイセド選手を獲得できなかったリバプールが、ブンデスリーガで実績のある遠藤選手を獲得するのは、評価できるのではないかという声が、徐々に海外メディアから上がるようになりました。まず、イギリスメディアの t アナリストは、30歳の遠藤は、ヨーロッパの主要リーグで上位争いをするクラブでプレーしたことがない。そのため、この獲得は眉唾のものであり、数日前までリバプールが獲得を狙っていた選手と比較した場合には、驚かれる理由も理解できる。 ラビアやカイセドと比較すれば期待度は低いかもしれないと報じながらもその上でリバプールが遠藤選手を獲得した狙いについてここ数ヶ月でクラブが失った多くの資質を補うためのオプションとしてはかなり理にかなっているそして遠藤がリバプールにとって短期的な解決策なのも明らかだクロップは移籍市場が閉まる前にもう一人は守備的ミッドフィルダーを加えたいと考えているともささやかれていたが仮に追加の補強がなくても昨シーズンに印象的だった有望な若手であるステファン・バイセティッチの成長の妨げになることも理論上はないというように 選手の獲得に理解を示していました、またイギリスの大手メディア、ジ・アスレティックは、リバプールがエンド選手を獲得したことについて、細かく分析しています。まず、エンドー選手について、と報じつつ、リバプールが夏の間を通して注目していた、エキサイティングな若手有望株ではない、エンドはその対局、確立された経験豊富なオペレーターだ、ファビーニョ、ヘンダーソン、ミルナーを失った彼らにとって、エンドの経験値は本物の資産になる、と、ベテランとしての経験値を評価しました。 金を支払うのは異例だ2020年にバイエルンから加入したシアゴアルカンタラは2016年以降では初めて移籍金を支払った26歳以上の選手であるリバプールはこの夏に東大やダイソンを失ったかもしれないが彼の後任は戦士であり投手でありハートビートであってボディーガードだとダイソンなどの相性があったファビーニョ選手を失ったものの戦士である遠藤選手の獲得に成功したと伝えていましたそして遠藤選手の特徴について遠藤はセントラルミッドヒルダーと守備的ミッドヒルダーでのプレーが可能で守備的なナンバー8と表現される のが最も適切だろう対談するクラブの全員から愛される彼は信じられないほど献身的なプロフェッショナルとして知られている代表戦後の長旅を終えた後でもすぐさまジムに向かうほどだというようにサッカーに対して真面目な姿勢を評価していましたまた同メディアでは過去3シーズンで遠藤選手のブンデスリーガでの欠場試合数がわずか3試合であることを紹介し謙虚で物静かなリーダー多くを語らないかもしれないが話す言葉は大きな重みを持つ英語も堪能であるトップレベルで戦うにはまだ調整が必要な中盤に敬意とオーガナイゼーションを与えるはずだポジション にも適用できる積極的な守備者であり、プレイやチャンスを作る上で存在感を発揮できるバランスの取れた選手ハードワークを厭わず、ゲーム展開を読み、危険を察知し、広いスペースをカバーする。戦術的なインテリジェンスもある。とプレイスタイルについて細かく分析していました。そして、最後に衰えつつあるファミーニを4000万ポンドで売却したのは良いい。ビジネスだが、およそ半分の金額で再販できる可能性の低い。少し年上のエ遠藤と交換するのは理論上説得力に欠けると指摘していましたが、正しいかどうかは時間が経てばわかる。リバプールにぽっかりと空いた穴を埋め。 選手にななるかもしれない彼の存在でリバプールが優勝候補になれるほどのインパクトを残せるかは定かではないが少なくとも安心感を提供してくれるはずだというように今後のプレー次第で評価が変わってくるがいい方向に動くだろうと締めくくっていました他にもサッカー専門メディアゴールのマーク・ドイル記者は遠藤選手の補強について自身の見解を述べていましたまずドイル記者は多くのリバプールファンはファビーニョの後釜としてクラブが突然遠藤に頼るという決定を下したことに困惑しているだろう過去2シーズンかろうじてブンデスリーが残留を決めたクラブでプレーする30 歳の選手をなぜ獲得するのののかと多くの人が疑問に思うのは当然だ。彼はこれまでチャンピオンズリーグに一度も出場したことがないその意味では最高レベルでの経験が豊富な選手とは言えないとサポーターから不満の声が出るのも当たり前だと伝えていましたがその上で遠藤選手についてしかし思い出してほしい遠藤は昨年のワールドカップ日本がドイツを下した試合で際立っていたしピッチ上で最も優れた選手の一人だったクロアチア戦でも印象的だったプレミアリーグでプレーすることを望み英語の勉強をしていた遠藤はプレミアリーグという最高の舞台でパフォーマンスできることを示し してきたし、これからできることもたくさんある。日本の首相だと遠藤選手のワールドカップでのプレーから期待も寄せていました。さらに、ドイル記者は遠藤は戦術的ファールの達人としていい評判もある。相手が危険なエリアに侵入してきた時に止めにかかることが多いが、それでも彼自身。さっきのブンデスリーガ3。3試合でのイエローカード数は3枚だと戦術面においても知的な選手であることを強調し、30歳という。年齢に対する懸念については、彼は守備的。ミッドフィルダーとして背が高いわけでもないが、フィジカルが強く、インテンシティも高い。パスさきも問題ない。 同じポジションで活躍したケレード・マケレレの方がもちろん印象的なキャリアだったが彼がチェルシーに来た時の年齢は今の遠藤と同じだアンフィールドでインパクトを残すという希望は30歳という年齢で打ち砕かれるべきではないというように過去チェルシーに30歳で移籍してきたマケレレ選手の名前を出して年齢は大きく期待度を下げる要素ではないと語っていましたまたリバプールのレジェンドである元イングランド代表のマイケル・オーウェンさんは遠藤選手獲得について遠藤がファーストチョイスでなかったのは明らかだだがリバプールが物事を明確にしやり遂げたことには 好感が持てる6番の選手がいない状態が長くなればなるほど選手の値段は高騰してしまうそうすればファンも選手もより神経質になっていただろう1番目のターゲットも2番目のターゲットも獲得できなかったがその翌日には移籍金などで合意しすぐにメディカルチェックが行われたと聞いたリバプールは称賛されるべきだと思う何人かの獲得がうまくいかなかったことで彼らはこの12週間でたくさんの批判を浴びていたからねと早急に契約をまとめたクラブの動きを評価していましたさらにオーエンさんは彼がいい買い物かどうかはまだわからない彼は経験豊富な30歳の選手だが 獲得は長期的な考えではない彼らはカイセドに1億ポンドを費やす予定だった遠藤の獲得は次のターゲットを見つける23年の間を埋めるキューバしのぎのようなものだと話していてやはりこれからのプレー次第で評価が変わってくるというような見方をしていましたこのように遠藤選手の移籍に対してはいろんな意見が飛び交っていますがリバプールに加入した直後遠藤選手は公式サイトで自身初のプレミアリーグ挑戦へ向けての意気込みを語っていました今はとても幸せな気分でリバプールというビッグクラブに加入できることにワクワクしていますプレミアリーグでそして世界 以外でも有数のビッグクラブでプレーするのを目標としてきたので、僕にとっては夢が叶った気分です。ホームスタジアムのアンフィールドでプレーするのは僕にとって初めてのことです。アンフィールドでリバプールファンの前でプレーするのが楽しみです。と喜びを口にしていました。また、自身のプレイスタイルについて、僕は6番としてプレーしますが、もう少し守備的な役割を得意としています。僕はこのクラブを守備面で助けることができると思いますし、中央でいい組織を作ることができるはずです。そして、それが僕の仕事だと認識しています。と、自分の武器をアピールしていました。他にも遠藤選手はメディアの。 でリバプール移籍に至るまでの経緯についても明かしていました。まず、遠藤選手は正直に言うと、私はリバプールのニュースを追っていたミッドフィルダーを望んでおり、6番を望んでいたということ。カエサドはリバプールに行ったと思っていたよ。だから、彼がチェルシーに行ったと聞いた時、もしかしたらと思ったと話していて、カエサド選手の獲得に失敗したことで、自分にも希望があるんじゃないかと思ったようです。遠藤選手はその上でヘンダーソンとファビーニョが移籍したので、おそらく経験豊富なミッドフィルダーが必要だと思った。もしかしたらチャンスがあるかもしれないと、トップクラブが若い才能を求めていることは理解しているが。 私は自分にこう言い聞かせたリバプールは通常若い選手を獲得しようとするのだからこれが移籍できる唯一のチャンスと考えていたようでエージェントから電話があったので急いで決断する必要がありましたプレミアリーグでプレーすることが常に私の夢だったから断ることはできなかった私はいつも代理人にプレミアリーグのトップチームでプレーしたいと伝えていましただからここにいるのですというように断る理由は一つもなく夢だったプレミアリーグ挑戦を決断したと語っていましたそしてもちろんリバプールを率いるクロップ監督も遠藤選手の獲得について詳しくインタビューで語っていました まずクロップ監督は本当に幸せだ渡るは本当にいい選手だフットボールの世界ではこういったこともあるでもしっかりと見てほしい彼は本当にいい選手なんだ経験豊富な選手シュツットガルトのキャプテン日本代表のキャプテンうまい英語を話しいい男で家族思いだピッチ上ではマシーンで優れたサッカー選手でもある態度も素晴らしいと遠藤選手の才能を高く評価し獲得を喜んでいましたまた30歳の選手を獲得し長期契約を結ぶのは異例となりましたが絶対に重要だ繰り返すが我々のクラブでは大体そういった状況だ第一に彼が30歳 ででななければ獲得できていいたかはかわらない第二に、彼は常に私のリストに載っていたが、通常、こういった年齢層の選手とは契約しない。彼は明らかに最高のヒット感があり、我々は彼と共にとても楽しい時間を過ごせるはずだ。彼ならば、すぐに我々を助けてくれると確信しているし、シーズンはすでに始まっているから素晴らしいことだ。だから彼は、ピッチ上で自分がどれだけ優れているのかを示してくれるだろうし、私は彼と一緒にいるのが待ちきれない。と話していて、遠藤選手なら、年齢関係なく、リバプールの力になってくれるだろうと期待を抱いているようでした。そして、遠藤選手は、クロップ 監督からの高い期待を受け、移籍直後のプレミアリーグ第2節ボーンマス戦ではベンチ入りを果たします。そして、ディエゴジョタ選手が3点目を奪い、3対1とリードした。63分に遠藤選手はリバプールデビューを飾りました。58分にマクアリスター選手が退場していて、1人少ない状況ということもあって難しい状況にはありましたが、遠藤選手は試合後のインタビューで僕は経験豊富な選手なので、このような状況でも受け入れて対処する必要があります。大変でしたけど、僕にとっては特別なことでした。とデビュー戦について語っていました。これから。 選手の後釜としてアンカーでの起用が予想される遠藤選手ですが、ブンデスリーガで見せたデュエルキングとしての力をプレミアリーグでもいかんなく発揮してほしいですね。遠藤選手の移籍にはいろんな意見が飛び交っていましたが、皆さんは遠藤選手がリバプールでどうなっていくと思いますか？ぜひコメント欄で予想してみてください。今回は遠藤選手の移籍に対する反応を紹介しましたが、昨シーズンの活躍で市場価値が上がった選手たちについてはこの動画でまとめているので、ぜひ見てみてください。というわけで、今シーズンも僕の活動を応援してくれる。心優しい人は是非。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいします。 それでは皆さんさようなら。